はい、ということでですね、またちょっとね、アンジャッシュの渡部、またちょっとなんかこうニュースになってましたよね。なんかこう炎上が止まらないというかね。今日ですね、紹介したいのはアンジャッシュの渡部、なんでねこういうふうに炎上が止まらないのか、そういった理由とですね、そしてですね、復帰のやり方、こうやったね復帰のやり方だと復帰できるんじゃないかっていうね、そういったの出てたんで、こういった記事を紹介していきたいと思います。いくつかやっぱ記事ね出てましたね。まずですね、最近の渡部どんな感じなのか、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけれどもね、ちょっと紹介したいんですけれども、最近の渡部、一番直近だとねこんなことありましたよね。お笑い芸人アンジャッシュの渡部健がまた炎上しています。なんか何しても炎上しますよね。ことの顛末はゴールデンウィークの日テレ特番、行列のできる法律相談所スペシャルに彼が復帰出演するかもという情報がリークされたこと。するとネット上では3度の炎上、そして日テレ社長の定例会見でこれが完全否定される形となりました。で、ここがちょっと面白かったんですけれども、個人的にね、渡部さんといえば2020年6月に六本木の多目的トイレなどで複数女性と不倫しているのがスクープされ、社会人としての規範が問われる炎上経験、その後活動を自粛していました。なんかこうちょっとね、多目的トイレね、多目的トイレ専門の人みたいになってますよねこれね。で、今回ゴールデンウィークの日テレ特番の行列のできる法律相談所スペシャルで復帰、これがね、まあニュースになって炎上してましたよね。何でもこれも社長がねこう否定したらしいですけれども、他にもね、福田博之取締役執行役員は全く聞いていないとかってね風に言ってみたいですね。っていう感じでね、これ日テレの社長も役員の人もこれ全く聞いていないって言ってるんですけれども、まあそうは言ってもね、これ全く火のないところに煙立たないでしょうから、おそらくね番組の収録とかまで全然してなかったんでしょうけれども、企画の段階、多分企画はそういったら上がってたんでしょうね。でもそっからこうリーク漏れちゃって、それなんかねこうニュースになって何もね行われる前にこうね炎上して中止になるっていうね。だから多分ね、社長とか役員の人ってのは本当に聞いてないんじゃないのかなと思うんですけれども、そういった企画ってのはね、上がってたんじゃないのかとは思うわけですよ、これね。そして他にもですよ、今のはね、直近の話題、まあ、直近の炎上ですけれども、去年もね、皆さんこれ覚えてると思うんですけれども、去年の12月31日大晦日のダウンタウンのガキの使いあらへんでの大晦日スペシャルで復帰するといった話も流れて、まあ話っていうかね、これ撮影してたらしいですからね、収録してたけれどもお蔵入りと、これも、だからね、放送される前の事前の報道で知った人から、批判が相次ぎ、なんかこう、早すぎるのではないか、とかね、テレビは芸能人に甘い、などと、厳しい意見がネット上に殺到。で、結局、これさっき言ったようにね、撮影はしたけれども、お蔵入り、放送することはできなかったとね。でもこれやっぱちょっとおかしいですよね。テレビは芸能人に甘いってね、別に、不倫じゃないですか。別に犯罪とかじゃないわけでしょ？だから、テレビが甘いどうのって、それはちょっと違うんじゃないのかなと思いますよね。で、他にもですよ、さらにまだありますけれども、今年に入り東京の豊洲市場、ここで大手仲卸店で働いてたことが美談的に取り上げられると、またこれもネット上で炎上だと。なんかやっぱね、ネットにすごいネガティブな書き込みがいっぱいね書かれてしまうと。そしてね、まあこういったようにすぐね、こう何か復帰しようとするとすぐね情報が漏れてしまうと、情報がね、これについてこういうふうに書いてありましたね。身から出たサビとはいえ、それにしても渡部ネタはなぜ次から次へと事前に情報が明らかになるのか。これについては、極秘のキャスト情報がこうも簡単に事前に流れる理由は一つ、テレビ局内の関係者がリークしてるのでしょう。まあそりゃそうでしょうね、他に誰も知らないですからね。目的、おそらく渡部さんの復帰を快くないと思ってるのでしょうね。不倫発覚前のテレビ出演が立たなかった渡部さんは性格の悪さで有名でしたから、若手局員を顎で使うような場面もあったと聞きます。芸能関係者の中にあの人だけは許さないと思ってる人は一人や二人じゃないでしょう。まあこういった風に広告代理店関係の人が言っていると。何でもですね、ネットとかで検索するとこう真偽はともかく、いろんなねこう渡部の悪いエピソードっていうのは、ね、すごい検索に引っかかるらしいです。すごい書いてあると。ただね、これちょっと僕は思うんですけれども、僕個人的にはどう思ってるかっていうと、ちょっとねこれやっぱ誇張というかね、まあ、誇張は当たり前なんでしょうけれども、僕はねそんなには嫌われてないんじゃないのかなと思ってるんですよ。なんでかっていうとですよ、渡部の不倫が去年6月ですかね、発覚した時、その時のねこう初動の報道ではね、そんなに渡部悪いぞっていうね、そういった報道って少なかったんですよ。むしろですよ、渡部すごいねいい人って風に評判なのに、こんなことが起きてってね、そういった報道がね僕は見た感じで多かったんですよ。一番最初の初動ではなんかこうね、佐々木希と結婚したのもなんか世間ではねこう
渡部がね、佐々木希を手に入れてすごいみたいに言われてるけれども、むしろね、芸能関係者では反対で、渡部がね、すごいモテモテで、まあ要するにね、評価が高いってことですよ。だからむしろね、佐々木希が渡部をゲットしたみたいなね、みんなね、渡部を手に入れたいのに、佐々木希がね、手に入れたっていうふうに報道されてたんですよ。まあそれぐらい渡部っていうのはね、こうテレビ関係者とかにもすごいね、気配りとかをしてるっていうね、評判がいいっていうね、そういった報道が多かったんですよ、一番最初はね。まあ芸人仲間とかちょっとわかんないですよ。まあ芸人って言ったらやっぱ先輩後輩ありますからね。ただね、テレビ局の関係者から評判がいいってね、そういう報道が一番初動は多かったんですよ。でも多分ですね、そういった報道の仕方ね、まあ記事とかね、そういったの受けなかったんでしょうね。それもやっぱこう渡部の悪口書く方が受けるから、だから今そっちのね、片側の報道だけになってるんだと僕は思っています。ということでね、今の渡部はこう謝ってもね、おとなしくしても、まあ他にもね、こう反省をね、行動に表しても何をやってもちょっと炎上してしまうと。でですね、ここからはちょっと本番っぽいですけれども、渡部はね、なぜこうも炎上してしまうのかなんですけれども、そういったことをね、ちょっと考察した記事がありました。これがですね、女性自身の記事ですね。確かに彼がやったことは、社会人としてモラルに欠ける部分がありました。ただ、ここまで徹底して許されないのは、彼の今まで抱かせたイメージが大きく関係しているように思います。でですね、それは何かっていうと、二つね、挙げられてますね。まずですね、一つ目はですけれども、渡部ってのはね、すごいね、こう、多趣味で、そして器用で、まあ何でもできるみたいなね、そういったイメージでしたよね。だからね、ちょっとね、悪く言えば、まあ食えないやつ、そんなイメージだと。まあ器用がね、逆にこう、あだになってるとね、もともと。で、それはね、芸人にもふさわしくないぐらい優秀で、で、その活動は、タレントや文化人的な立ち位置を求められることが多く、まあそういったね、ちょっとイメージが良く、なんだろうこう、ちょっと器用でね、優秀すぎるイメージだったと。芸人の癖に伝わるですけれどもね。要するに、このね、器用で優等生っぽいキャラだからこそ、事件があるとね、炎上するってことを言ってますね。そしてですね、こういったパターンってのは実はね、以前も見られたと。渡部以前もあったとね。ここでね、例に出てきたのがですね、ちょっと例が出されるんですけれども、過去の例ね、渡部以外の人ですよ。ここで登場するのがですね、久しぶりだな。僕ちょっとね、テレビとか見ないんで、今どういった状況かわかんないですけれども、ベッキー出てきましたね。ベッキーさんがその象徴です。明るく誰からも好かれ、そして器用に立ち回るという万能感を持って人気を博していました。しかしそんな彼女の二面性が当時明るみになり、長きにわたって炎上することになったのです。確かにベッキーもね、相当叩かれましたよね。あれもね、なんであんなに炎上したんだろうって個人的に思いますけれどもね。でもベッキーはなんかちょっと確かにね、ちょっと腹黒い感じがしましたよね。でも渡部は別にそんな腹黒いかな、俺はそう思わないんですけれどもね。ベッキーはなんか清純って感じで売っててね、それであれだからちょっとわかるんですけれども、渡部なんかそこまでなんかこう意外な感じしないですけれどもね。で、このね、ベッキーの件について、まあこれ渡部と同じだってことなんでしょうけれども、こういうふうに言ってますね。このように器用に立ち回るタイプの人ほど腹黒さという本来的に誰もが持っている人間らしい弱さが見えると、人は器用に美味しいところを持っていっていた姿を懺悔しろと言わんばかりに、強者のように見える人の弱点を叩くのかもしれません。なるほどと。まあだからね、こういい人と思ってたのにとはまた少し別なのかな。だからうまいことやってたようなやつに限って、まあ、叩きたくなるとね、そういった心理があると。まあだから器用に美味しいところを持っていっていた姿を懺悔しろと言わんばかりに強者の弱点を叩くと。まあ、ちょっと面白い考察ですね。なるほどと。そしてさらに、小器用に立ち回る優等生キャラは、まさしく、社会においての強者。なんか言い方面白いな。そんな彼がまたしても、器用に復帰しようと見える姿は、一定層にとって脅威であり、不快感を覚えさせるのかもしれません。って書いてありますね。ということで、これはまとめるとね、まあ、優等生は好かれるけれども、優等生キャラは好かれない。っていうことらしいですね。そしてですね、二つ目。これね、先に言っておきますと、どういうことかっていうと、反省の最短ルートを模索すると、遠回りになるジレンマっていう言い方でね、まとめてありますね。これがどういうことかというとですよ。渡部さんの謝罪、反省、更生、そして復帰、すべてが裏目に出てしまっている状況です。おそらく本来の才である、器用さを発揮しようとすればするほど、誠実に向き合っていこうという印象が、薄れて伝わってしまうのかもしれません。なるほどと。知恵と器用さを用いた最短ルートで復帰しようと模索する姿は、こういった状況になると逆に反省していないと見えてしまうのかも。反省して早く社会復帰を果たしたいのに、結果として復帰が遠回りになってしまうと思います。なるほどですよね。だからね、うまくやろうとすればするほどそれがまあ逆効果にね、見えてしまうと。ただですね、これね、でもそしたらこうどうしようもないですよね。器用じゃなくてね、不器用にこうどういう風にやったらいいんだろうって逆に思っちゃいますよね。どういう感じで不器用にね、復帰をすればいいのかってね、僕なんかそういう風に思っちゃいましたけれどもね。
なんかこれちょっとね、僕は今突然思ったんですけれども、っていうかね、もうこれしかないんじゃないのかなって今ふと思ったんですけれども、もうなんかね、これ、渡部が何やっても無理なんでしょ？そしたらこれもうね、奥さん、佐々木のぞみを使うしかないんじゃないのかなと思ったんですよ。どういうことかっていうと、例えばですよ、もう佐々木のぞみと一緒にもう一回ね、記者会見するんですよ。で、佐々木のぞみが渡部をね、こうやってね、謝らすんですよ。私からもね、本人本当に反省してるんで、復帰をね、よろしくお願いします。そう言うとね、これ、ちょっと収まるんじゃないかと。だってね、これ、二人で記者会見した場合っていうと、それでもね、叩く人がいるとすると、それはね、佐々木のぞみを叩いてると同じになるじゃないですか。だから結構ね、叩く人って減ると思うんですよ、それによってね。もうそうやってやるしかないんじゃないのかなと。で、これね、佐々木のぞみは一緒に記者会見しなきゃいけないんですけれども、それでね、佐々木のぞみのイメージが下がるかっていうと、むしろね、ちょっと上がると思うんですよ。だから特にね、そういったことやっても問題ないんじゃないのかなと思ったんですけれどもね。ちょっとね、僕は突然ふと思っただけなんですけれども、僕はちょっとそれぐらいしか浮かばないですね。ただこれですね、そういったね、渡部の復帰方法についてもね、西がね、こうやった復帰の仕方だといいんじゃないかってね、そういう風に書いてあったんですよ。これもちょっと紹介したいんですけれども、これも結構ね、なるほどと思いましたね。これがですね、まず日刊現代です。渡部はいきなりテレビ復帰を目指すのではなく、まずは相方の小島和也と一緒にネタ作りをするところから始めた方がいいのではないか。そしてこれも同じような意見なんですけれども、こっちのね、もう一個、女性自身なんですけれども、ちなみに女性自身はですね、結構渡部にね、好意的というかね、優しく書かれてましたね。これがですね、彼の批判の声を見ていると、反感の温度やきっかけはもはや荒探しでしかありません。ほんとそうですよね。個人的にはここまで批判され続ける彼を不憫に感じます。だからこそ、もう外野を無視してでも前に突き進むか、原点回帰から再スタートすればいいと思っています。これがどういうことかっていうと、特番からの復帰は一般人から見ればボーナスカードを切るようなもの。もちろんそういったチャンスをもらえるだけの実力と人望があることは素晴らしいこと。またはそういったことなんですよね。だからね、本当に番組スタッフからね、みんながみんなからね、嫌われてると、さっきから言ってるようにね、これ特番のチャンス。だからね、行列ができる法律相談所の特番とか、崖の使いの特番とかね、こういったところでね、使おうってならないはずですから。だからね、まあ嫌ってる人もいるかもしれませんけれども、同じくね、評価してる。まあね、渡部のことを気に入ってる人ってのもね、いるっていう証拠なんですよね。ただ、渡部さんなら、芸人としての活動を一からスタートするのが、一番遠回りに見えて、近道だったりするのかもしれませんと。これなるほどと思いましたね。だからそういったね、ちょっとボーナスステージというかね、一般の人から見ると、そんな感じでね、復帰するのはどうか。まあ、だから、華々しい復帰はね、逆に逆効果だと。そっちの方がね、一見バーンと復帰して、そこから仕事をどんどん続けていく。近道のような気がしますけれども、もうこういった状況ですからね、何やっても炎上する。そういった今の状況から見ると、むしろね、本当に芸人として、まあ、だからあれですよね、お笑いの舞台とかですよね。そういったとこからこう地味にね、復帰していく方が、一番の近道かもしれないと。これ確かにね、なるほどとね、僕もすごい賛成っていうかね、同意ですね。ほんとそうですね。そういったとこからのね、復帰だと、そこまで批判ね、されないかもしれませんし、逆にね、そういった感じの復帰の仕方だと、別に批判されてもね、別にほっといて、普通に舞台でね、お笑いやってもね、いいじゃないですか。そんなに問題にならなそうですよね。確かになと思いました。はい、ということでね、だいたい渡部のね、新しいニュースってこんなところなんですけれども、あとね、僕ちょっと思ってるのが、やっぱり今ってね、まあ去年からずっとですけれども、コロナ禍じゃないですか。だからやっぱね、普段よりもみんなね、こうストレスがすごい溜まってると思うんですよね。そういったこともあって、余計にね、こう渡部炎上しやすいのかなって僕は思ってるんですよ。だからもしかしたらね、コロナが終わってったらもうちょっとね、批判ってのも少なくなるかもしれないなってね、ちょっと個人的に思ってます。すごいコロナ禍ってのはね、別に日本に限らず、海外でもね、セレブってすごい炎上しやすいんですよ、芸能人。だから渡部ってここまで燃えてんのかなと思いました。はい、ということでね、今日の渡部の動画はこんなところでございます。ということでね、ちょっと、宮迫もね、本当にかわいそうですよね、宮迫も。あれちょっと吉本興業も敵になっちゃってるからね、根が深いっていうかね、まあ、吉本戻ることはもう難しそうですよね。かといってね、他の事務所がね、吉本がいる手前、なんか受け入れるってこともなさそうですし、宮迫のテレビ復帰ってね、ほんとちょっと難しそうですよね。はい、こんなところでございます。宮迫もね、渡部も頑張れって僕は思ってます。